1番2番3番5番6番4番第5レーススタートが切られました。2、3コース先行した1周1マークへ向かう。2コースから2号艇中澤が攻める体勢か。3コーススタートの3号艇実森は内を加えます。あとは中をつくか5号艇の土屋外を回りました。内からは6号艇宇野が指してきました。バックストレッチ、さあここはトップ争いが激しくなります。2号艇中澤外、3号艇の実森内から捉えるか。あとは内、6号艇宇野、外へ構えたのは1号艇の梅内です。バックストレッチを通過、第2ターンマーク、6号艇宇野が先前を仕掛けますが、3号艇実森がつけ前で一気に回ってかわしていきました。先頭トップに立ったのは3号艇トップルーキーの実森、一定身リード。内、6号艇宇野が続いています。初日ドリーム戦を走った2人、前を競います。さらには3番手アウトコースから2号艇中澤、逆転のチャンスがあるか。1マークスタートは正常。6号艇宇野が先に回る。3号艇実森が指していく。2号艇中澤が指して続く。バックストレッチへ出ました。6番3番か。どうちゅうこの競った感じの船足はどうですか？昨日までと比べたらだいぶ良くなってると思います、うん、特にどのあたりが？まあ、全体的に、はい。初日来てくれた時はお腰の安定性が欲しいと言ってましたけども、そのお腰の部分はどうですか？はい、そこはまだちょっと、マシにはなってるけど、完全に良くなってはないです、はい。